はい、こんにちは、116インズです。ディビジョンシリーズ唯一第5戦までもつれたレイズとヤンキースのシリーズ、今日その第5戦が行われまして、2対1でレイズが勝利し ALCS 進出を決めましたね。ただこの試合非常に白熱した展開となりまして、両軍のピッチャーが非常に頑張った試合となりまして、本当にですね、見ていて面白い試合でしたね。ヤンキースは中3日でエースのゲリット・コールが先発して、でレイズの方は中2日でタイラー・グラスナウが先発して、でその後は自慢のブルペン陣が本当にいいピッチャーから登場していった感じでしたね。ニック・アンダーソン、ピート・フェアバンクス、そしてディエゴ・カスティーヨと、どのピッチャーも複数イニング担当しまして、できっちり仕事を果たして、最終的にはレイズが勝ち越して ALCS 進出を決めることができました。でレイズは意外にも2008年以来12年ぶりの ALCS 進出となったんですね。2008年はレイズがちょうどワールドシリーズにも進出した年でもありますので、今回2回目の ALCS 挑戦、果たしてどうなるでしょうかね。ただまずは今日の試合の決勝点を振り返っていきたいと思うんですが、試合を決めたのはマイク・ブロッソーのホームランでしたね。ヤンキースは7回からクローザーのチャップマンを投入して、で8回も続投したんですが、ブロッソー9球粘って10球目の速球を思い切り引っ張ってスタンドに叩き込みましたね。この10球目の速球、インサイドのボールだったんですが、球速はなんと 100.2 マイル、今季レギュラーシーズンを含めてホームランとなったボールとしては最も速いボールをブロッソースタンドに叩き込むことができたんですね。いや、これはね、本当に見ていてすごいホームランだなと思いましたし、ブロッソーの粘りもまた素晴らしいなと思いましたね。チャップマンのあれだけ速いボールを何球も粘って、なんとか打てる球を待って、で最後10球目、キャッチャーのサンチェスはインコースの高めを要求したんですが、ボール自体はインコースに行ったんですが、ちょっと高さで言えばサンチェスの要求よりも低めのゾーンに行きまして、これがうまいことブロッソーの打ちやすいポイントに来たのかもしれませんね。ただゾーンで言えば決して悪いボールとは言えませんし、何よりインコースの100マイルの速球を引っ張ってスタンドに叩き込むなんて、そうそうできませんので、やはりこれはブロッソーの対応力が素晴らしかったなと言わざるを得ませんね。ただ一方でチャップマン、昨年の ALCS 第6戦でもアルトゥーベにサヨナラホームランを打たれてヤンキース敗退してしまいまして、で今年の DS 第5戦もこのブロッソーに決勝ホームランを浴びてチームは敗退ということになって、2年連続で自分が決勝点を与えてチームが敗退してしまったということになってしまいましたので、チャップマンからすれば残念な結果となってしまいましたね。ただブロッソーにとってこれ以上にない相手から決勝ホームランを打つことができたんじゃないのかなと思いますね。実はブロッソーとチャップマンは少々因縁がありまして、9月1日の試合でチャップマンはブロッソーの頭の近くに危険球を投げたんですね。でこの結果、試合後に両軍のベンチが飛び出す事態になったんですね。このレイズとヤンキースのシリーズは、わざとかどうかはさておき、結構デッドボールの多いシリーズとなっていましたので、少し両軍ピリピリしたムードの中で、そういった中でチャップマンがああいったボールを投げてしまったと。レイズのキャッシュ監督も試合後、ヤンキースの姿勢を厳しく非難するコメントを出したりしまして、非常に険悪なムードとなっていたんですね。でこの危険球の結果、チャップマンは3試合の出場停止処分を言い渡されました。ただ異議申し立てを行いましたので、出場停止自体は来年の開幕からという見込みになってはいるんですが、そういった中で今回のディビジョンシリーズを迎え、そしてチャップマンから危険球を投げ込まれた当の本人であるブロッソーがこの第5戦で決勝ホームランを放ってヤンキースのシーズンを終わらせたわけですから、本人はリベンジではないとはコメントで語っていましたが、ある意味最高のリベンジとなる一発となったんじゃないのかなと思いますね。そんなブロッソーですが、なかなかの苦労人なんですね。ミシガン州にあるオークランド大学出身の選手でして、大学4年生の時、2016年の時は49試合で打率3割5分5厘、10本のホームラン、そして OPS も10割超えと打撃面ではかなり良い成績を残したんですが、ただ残念ながら16年のドラフトで指名漏れしてしまったんですね。この16年のドラフトでは合計1200人以上もの選手が指名を受けているんですが、ブロッソーはその中でも指名漏れしてしまったと。普通はそこで野球のキャリアが大体は終わってしまうんですが、ただなぜかレイズはブロッソーに目をつけまして、ドラフトが FA としてこのブロッソーと契約したんですね。この時の契約金はなんと1000ドル、日本円にすると大体10万円ぐらいですので、皆さん今年特別定額給付金として10万円もらったと思うんですが、その10万円があればこのブロッソーと契約できたわけですね。ただこの1000ドルというのはあくまで額面の話でして、ブロッソー本人曰く手取りとして残ったのは600ドル程度、大体6万円ということで、今回の ALDS のヒーローとは思えないぐらいの低い評価からプロとしてのキャリアが始まったんですね。プロ入り当初はお金がなくて、道具も大学時代から使っていたものをボロボロになるまで使い潰したようですね。ただプロに入ってからのブロッソーは割と順調にマイナーを駆け上がりまして、2016年に入団して3年後の2019年には AAA まで到達したんですね。
で、トリプル A でも打率3割超、OPS も9割6分と、しっかりと成績を残しまして、昨年メジャー昇格、そしてデビューを飾りました。で、今季も開幕からロースターに入りまして、出場機会自体はあまり多くはなかったんですが、36試合で打率3割2厘、OPS も9割3分6厘と、限られたチャンスをしっかりと活かすことができたんじゃないのかなと思いますね。特に今季のブロッソー対左投手の成績が非常に素晴らしいんですね。こちらが今季のブロッソーの投手の左右別の成績となるんですが、右投手の成績が打率2割7分3厘、OPS7 割5分9厘と、まあ悪くはないかなというぐらいの成績を残しているんですが、これが左投手になりますと打率3割3分3厘、そして OPS は11割を超えるという成績となっていますので、左投手がめちゃくちゃ得意なんですね。レイズにはブロッソーと同じようにファーストやサードを守る選手としてチェジマンやそれからジョイ・ウェンドルといった選手たちがいますが、2人とも左打者でして、でウェンドルは今年はそこまで左投手を苦手としていたわけではないですが、チェジマンは結構左投手を苦手としているバッターとなっていますので、そういった左右の相性を補完するという意味でもブロッソーの存在はレイズにとってもかなりうまく機能していたのかなと思いますね。で、実際今日の試合もヤンキースが左のザック・ブリットンを投入したタイミングでチェジマンに変えて代打にブロッソーを出して、ブリットンからも内野安打を打ちましたし、でその後出てきたチャップマンから決勝ホームランを打ったわけですから、チームの期待通り左投手を攻略することがブロッソーできましたね。またこういった運用のうまさもさすがレイズだなと思わされますね。多くのチームにおいては主力選手と控え選手というのは明確に分かれていることが多いと思うんですが、ただレイズはそういったロースターの枠を最大限活かして、今日のブロッソーのようにベンチから出てきて試合にインパクトを与える選手も出てくるわけですから、まあ、決して経済的に裕福な球団ではないんですが、チームとしての強さというものを感じますよね。リーグ最高勝率を誇るだけありますし、今後の戦いも非常に楽しみですね。ということで、レイズが今日勝ち上がりましたので、ALCS はレイズ対アストロズということになりました。まあ、昨年以前であれば最先端球団同士の対決と喜ぶこともできたのかもしれませんが、まあ、例の事件がありましたので、最先端球団と最先端だったはずの球団の対決ということになるのかなと思いますね。シリーズは日本時間の月曜日から開幕予定でして、アストロズはディビジョンシリーズが1日早く終わっていますので、2日間休めたのに対してレイズは1日しか休めませんので、まあ、日程的にちょっと不利なところはあるんですが、レイズとしては昨年アストロズにディビジョンシリーズで敗退してしまいましたので、なんとか ALCS の舞台でリベンジを果たしたいところですね。ワールドシリーズの舞台に駒を進めるのはどちらの球団になるのか、皆さんのシリーズ予想なども聞かせていただけると幸いです。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLBに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。